電波障害、電波障害、電波障害、EMI とは、電波の受信に障害が発生したり、電波により電子機器が誤動作することである。考え方として、送信側と受信側の二通りがある。すなわち、電波の送信や不要複射が、電波を使用しないものを含む、他の機器に問題を及ぼすという問題と、電波を受信する機器の動作が、他のものによって妨げられる。 例えばビルなどで電波の到達が妨げられるといった問題を含むという問題である。電波障害により生ずる現象は、機器のご動作、TV、テレビの受信に影響する、b c ラジオの受信に影響する、テレフォンアイ、電話に影響する、アンプアイ、オーディオなどのアンプに影響するなど様々である。一例としてはなどの現象がある。一方、 ビルなどの高層建築物や鉄道、道路などの高架構造物による遮蔽や反射によるテレビ電波のゴースト障害や列車の走行によるフラッター障害などについては一種の環境問題となっており自治体によっては環境アセスメントなどで扱われることがある。一般家庭においては従来では各種の無線通信を行う無線局、不法局も含むや 高圧送電線からの放電、鉄道や工場などの工業用機械を原因とする電波障害が最も大きな問題とされていた。しかし、近年では電波や高周波の電気信号を扱う電子機器、特に携帯電話、スマートフォンパーソナルコンピュータなどデジタル信号を扱う情報通信機器が増えたことから、どこの家庭にもあるような普通の電子機器でも、 電波障害の発生源となる可能性がある。また、携帯電話や PHS による電波障害は、特に医療機器に対する影響が問題となっている。電波障害はいくつかの種類に分類できる。それぞれ基本的な対策方法が異なるため、電波障害の防止にあたっては、現象がどの分類に当てはまるかを注意深く見極める必要が、 電波障害が生じた場合に重要なことはその発生源を特定することである。発生源と疑われる機器の電源を切ることにより電波障害が消滅することを確認する。次に原因となる高周波電流の発生原因と伝達経路を調べ必要な対策を講じる。対策における基本的な知識を次に述べる。ノーマルモードでは原因となる。 高周波電流は電源回路を通して伝達するため発生源の機器と障害を受ける機器のどちらかあるいは両方の電源回路にラインフィルターと呼ばれる高周波電流を阻止する回路を挿入するラインフィルターにはノーマルモード用コモンモード用ノーマルコモン量用の3種類があるので使用時には確認が必要であるコモンモードによる電波障害の原因は おおむね次の通りである。そのため、次のような対策が必要である。電波障害の発生源となる無線機器において、次のような場合の多くは、基本波に起因するものである。携帯電話や PHS による電波障害もこの部類に当てはまる。無線機器における基本波は止めることができないので、可能であれば。 電波の出力電力を低減するか、発生源の機器と障害を受ける機器の間隔を話す。また、障害を受ける機器をシールドすることも有効である。原理的には、障害を受ける機器が電波を受信するための機器の場合には、帯域消去フィルターを接続することにより、基本波による障害を防うことができるが、この方法は他に比較して、非常にコストがかかり、 また基本波以外による障害は防ぐことができないため、できる限り他の方法を検討すべきである。無線機器から発生する高調波は、出力側にローパスフィルター、ある一定の周波数以下の高周波電流のみを通過させる回路を接続することによって抑制できる。また、障害を受ける側の機器にローパスフィルターを設けることも効果がある。この場合にも、機器組み込み型の回路のほか。 全前項で述べたトロイダルコアやスナップオンチョークが用られる。無線機器のほか、自動車などのエンジン、イグニッションノイズ、鉄道など工業用発動機や電動機、モータの接点、整粒子における火花、高圧発生装置、電力線搬送通信、太陽光発電など、回路や装置の性質に起因する高周波電流が発生することがある。これらの場合、 発生源からの不要な高周波電流の復射を抑えるような対策が必要である。また、テレビの受信ブースターが部品の劣化により異常発信し、電波障害を起こす事例も報告されている。建造物や空港周辺を離着陸する航空機などによる受信障害は、建築物などにより直接的に電波が遮られたり、電波が散乱、または乱反射して、 直接波と反射波の干渉、電波距離の際による到達時のよる問題を起こす場合がある。この障害を受けた場合、テレビ画像は左右方向に画像が二重、またはそれ以上にブレて見える。テレビの受信障害については建造物等、設置者によるケーブルによる送信や UHF、SHF 送信所の設置などがあるが、ケーブルテレビがある地域では無償で、 ケーブルテレビに加入してもらうことが一的である。しかし地上デジタルテレビ放送では、建造物の建設後に電波が送信されている場合、建造物設置者の責任による受信障害とするのは難しい。デジタル、地上デジタルテレビ放送方式の場合は、乱反射による障害は基地であるため、乱反射波を考慮した設計となっている。 このため乱反射にはかなり耐えられる設計となっている。デジタル化により映像はアナログ方式の映像と比較して鮮明になる場合が多いと考えられる。VHF より UHF に顕著に見られる。送信書に向けてアンテナを設置しても送信書が真珠の森などのうっそうとした葉が茂る樹木に遮られると木々や葉の間隔と電波の波長が近いためえネイルが 吸収され、立得が極端に落ち、デジタルではブロックノイズ、アナログではスノーノイズなどの現象が出る。解決方法はその地獄を伐採するか、別方向の山からの反射波を拾うか、別方向の中継局からの電波を拾う方法が考えられる。VHF の電波障害地域で特殊な VHF アンテナ、電波障害対策用アンテナ。 障害が根本的に除去されるわけではなく完璧な対策ではないを設置して解決する場合もある。送電線による受信障害は VHF や FM 放送に多く見られ、直進性の強い UHF ではあまり見られない。蒸気の建築物、鉄塔などによる電波散乱、乱反射のほかに電気的な障害も加わるため、画像がゴースト等でブレる他に周期的、 または、常時画像にノイズが入り乱れる、音声がおかしくなる、等の症状が発生する。対策としては、近隣に VHF と同じ放送をしている UHF、中継局、たとえ電波が弱いものであってもがあれば、UHF アンテナ、ブースターの受信設備を追加して対応する。例えば百七十八年に埼玉県北西部、埼玉県本庄市、 上里町当然行きで行われた超高圧送電線付設に伴うアンテナ、切り替え工事、費用は東京電力負担が大規模なものの一つとして挙げられる。当該地域ではテレビ放送開始当初から東京タワーを受信していたが、この工事により春名山の前橋中継局を受信するようになった。また、受信できる UHF 中継局がない場合、 南視町対策型協調設備やケーブルテレビが付設される。UHF 中継局を受信し、周波数変換器で VHF に変換。広範囲にケーブルを付設する場合は、減衰率が高い UHF では末端まで電波が届かないため、VHF に変換する必要があるし配信するタイプ、または直接山頂で VHF を受信するものなどがある。 各家までケーブルを引き込み、保安機を境に不設責任を分担するのが通常である。蒸気二つの解決策が取れない場合、最後の手段として、電波障害対策型 VHF アンテナで対応する場合もある。通常の VHF アンテナと比較し、反射器が上下方向に広く取られており、ゴースト障害に強いとされるが、根本的な解決策ではないため、 障害が除去しきれない場合がある。地上デジタル放送においては、UHF 波を使用しており、直進性が強く送電線障害に強いこと、またデジタル放送の規格自体が障害に強いとしており、送電線障害は発生しにくいとされている。障害対応は発生した場合対策は個別に行うこととし、アナログ放送終了時には送電線障害で設置された、 南視町協調設備やケーブルテレビは終了し撤去するとしている場合が多い。なお、通常の電線の外視などの電気配線の絶縁が雨水等で濡れたり乾燥を繰り返し劣化したり、強風で強く揺れる場合は、メダカノイズが画面に現れる場合がある。これは VHF のみならず、UHF でも起きうる現象である。この場合の解決策は、原因を特定し、 原因そのものを除去するしか方法がない。FM 放送の送電線障害では、多素子の矢に、歌アンテナを設置しても、利得はあるにもかかわらず、受信音質が、レコードの擦り切れたような音、音の大きさに比例し、ジャリジャリという雑音が混雑になり、聴取に耐えない音質になってしまう。モノラル受信にすればほんの少しは改善されるが、少し軽減される程度。なお、理由は不明であるが、 FM ダイバーシティ受信回路がある。カーステレオでは、比較的この障害には強く、自宅屋根上に、FM やギ、ウタンテナを上げても障害がひどいのに、カーステレオでは、障害が軽減されて障害が少な、というケースがある。一般的に機器から放出される、妨害電波の解析は、電波案室内で行われる。その代表的な解析手順例を下記に示す。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。